リーひでチャンネル。はい、お待ちどうさまでしたね。私がですね、本当ちょっとね、四方八方ね、抜けてるような話をしているよりも、芸能界のですね、生き字引、はい、日刊スポーツの小谷俊也記者、はい、若く見えますけれども、本当泣っこもだからね、いいお年でございます。どうぞよろしくお願いします。荒川でございます。先週から始まりましたけど、ちょうどね、平凡ですけど、この間星野源さんと荒垣結衣さん、はい、僕はね、両方ともね、お目にかかったことないんですよ。見かけたことすらない。あ、うちもね、うちの記者もね、両方見たことあるっていうのね、多分その今若い人多いじゃないですか。で、片や女優さんで、まあ、まあドラマのところであったけど、ドラマって意外とね、はい、制作発表とかちゃんとないとあれなんで、揃って見たことあるっていうのは、僕は、星野源さんは NHK のライフというね、バラエティやる時の制作発表、一番最初の10年近く以上前のね、見てて、普通にこう見てたんです。で、ガッキーは、荒垣さんは、うちの日刊スポーツ映画会社じゃないですか。ありますね。でも来て、すごく綺麗な子なんです。うん、なんで、もう10代の時のきらめくような、ただちょっと心配だったのが、線がすごく高くてスライドしてて、まだ成長期だから、そのうち180センチ超えちゃうんじゃないかな、みたいなね。あったけど、まあ、そんなに引きつける方ですか。いや、もう輝いてますよ。ガッキーはね、でもお友達と一緒ですよ。全然、あれなんですけれども、やっぱりこう、スター、だからスターは結構来るわけです、控室の方ですから。いや、それはそうですよね。それはそうですよね。そういう仕事なんですから。はい、じゃあ、あの二人が、なんか僕はね、生き恥、はい、一回も見たことないんですよ。生き恥です。逃げ恥です。逃げ恥です。生き恥は晒すってね、はい。逃げ恥はドラマか。はい、あれ、ああいうのって毎回チェックして見て。いや、僕ね、うん、もうね、昔だったら、ね、全然見てないんだ、いわゆるトレンディドラマという時代は、もう見て、いくつか見てましたけど、今、見直そうと思えばいくらでも簡単にスマホでできるわけじゃないですか。ああ、そうか、うん、だから結構皆さんが見てるようなのは見てない。リアルタイムではなかなか見てないよと。ね、ああ、私ね、興味もなくてね。いけませんかね。いや、そんなことないと思いますよ。まあ、もう大河ドラマ世代ですからね。NHK のドラマって言っても朝ドラも見ないし。僕はね、うん、大河もね、見ない。もう自分の担当じゃないと、30年前から20年前ぐらいまで死ぬほど見てましたけどね。ここに時間があったぐらいで。今はね、YouTube でね、くだらないお笑いを見てしまいますね。時代変わりましたよね。はい、そうか。今ほら、まあ古いけど、ジュンブライドね、はい、6月は結婚だ、はい、なんていう人いますけど、はい、ああいう2人のなんていうかこう、情報っていうかね、ガッキーと、ね、星野源がみたいなあれっていうのはいつ結びついたの。いや、ちょっと許せないことなんですけど、うん、まあ、数年前に放送しててスペシャルをやって、そこで付き始めたっていうんで、そういう情報も流れてましたね。まあ、うん、でもそれは定かでなくて、結婚発表したわけじゃないですか。19日の3時ぐらいですか、はい、サイトで、はい、僕電動をね食ってたんですけどね、吹き出しましたよね。本当に、こう新人の子を連れて取材に行って、天丼で天丼来て、こうどんどん冷えていくから、とりあえず食わなくちゃいけないって後輩書かせてたんですけども、そしたら何気なく見たら、楽器結婚とか言って、周りの人もすごいびっくりしてましたよね。大手町のオフィスが。それなんで吹き出したんですか。いや、だって結婚なんて全然知らなかったんです。ありえないから。ありえないですね。こともあろうに。こともあろうにと。でも、小谷さんの、履歴を見ると、今までもう数々のスクープをね、やってて、結婚式っていうのも結構ターゲットではあるわけでしょ。結婚するっていう。まあ、結婚が一番こう、ね、めでたいしね、うん。大きいターゲットであるんですけどね。もうね、記憶に遠いのしかないですからね、うん、僕なんか。記憶に遠くてもいいんで、はい、これだけは俺の記者生涯の中でね、やっぱり一番だったよなってのをちょっと今日話してください。いや、昔は結構1ヶ月に1回ぐらいそういうことをやってた。1ヶ月に1回っていうのは、今、芸能人の方のお家に行ったらアウトでしょ、コンプライアンス的に。はいはいはい、昔はもうタレントメーカーのところにスターの方のうちの住所を書いてあるわけですから、まずこう、いわゆる女性して、交際とかあるわけじゃないですか。だんだん煮詰まってくると、家に行くわけですよ。家、はい、実家であったりね、お父さんお母さんのところに行って、それで聞いて、
こう結婚どうですかって言っちゃダメなんだけどねとか言って、うんうん、ポロリっていうのがポロリってありますね。親が言っちゃう、ね、離婚しましたけど、布施博さんと小村博さんがやっぱり付き合ってると、布施博とあの小村さんみたいな女性の、ね、ちょっちゃんですね、うん、あちょっちゃんか、朝ドラで、で布施さんはトレンディードラマのかっこいい中でこう独特なね2人 の, にあの人気がこうわーっと盛り上がってるところですね。なってる時に、うん、布施さんが、実家が、東京の足立区に当時あって、おうおうおう、まあ、ほら芸能人の方が住んでるのは世田谷とか多いんですよ、うん、私、足立区のさらに先の埼玉の方に実家があったんで、行ったわけですよ、はいはい、そしたらお父さんがいらして、ごめんねと、せっかく来てくれたんだけど喋っちゃダメなんだって言われて、うんうん、そうですかってしょぼーんとしたら、まあ、お茶でも飲んで飲んでくねってお茶を入れてもらって、うんうん、でまあとはいっても僕あの布施さんをずっと取材してたわけですよ、ミドラマの中でもね、でもなんで、でうちの息子はどうだいって言ったら、いやね、ここお父さんここ大活躍じゃないですか、あそうなんだよかったよかったって言ってふっと見たらね、そこに絵があるわけですよ、カモイのところに、 お父さんこれ何ですかって言ったら、いや俺定年退職って暇でね、あぶれ始めたんだけど結納代わりにね書いたんだって言って結納ってそうなるじゃないですか、でお父さんこれ写真撮っていいですかって写真をね、当時あのフィルムですから、お父さん椅子持ってきてくれて、それで36回36枚撮りしちゃったって言って、逃げるように帰ってきましたけど証拠だって言うんで、でそれは大当たり、大当たりで布施さんには、まあ、お前だからお前でよかったよ、そういうふうに言ってもらいましたけどね。ああそうですか、こうね最後の最後で、というところですよ、秘書というのは、いやこの間ねこのいきなりヒデチャンネルで、あの落合博満さんの嫌われた監督、あれ日刊スポーツの鈴木忠平さんっていう人が、若い人が書いて、はい、であそこまでこう食い込んでくっていうね、あれは読ませましたよすごく、もう毎週楽しみで見ましたけどね、あそこまで行くっていうのはね、これは大変なことですよね。いやまあね、うん、記者もね、記者もあのお相撲でこの間ね、はい、あの文春にやられて一緒にキャバクラ行ってた記者とか、競馬のね朝の山、朝の山の問題とか、うんうん、競馬のあのいわゆる、補助金ですか、なんかあれの、テレビしたりとかね、まあ両方とも他社のことだから言ってるんですけどね、僕ね、はい、大変ですよね。だから芸能記者なんかどっかでこうあるんですけど、スポーツの記者とかはもう一緒じゃないわけじゃないですか、スタート、はいはいはい、もう逆に向こうに丸がかりにされてるわけですから、うん、そうでもない、金銭的にそういう場合もあるわけじゃないですか、キャバクラをおごってもらって、うん、あるね、あるある、一緒にこうね、うんうん、そう秘密共有みたいな、ね、そういうところですね、そういうのもありますからね、ええ、うん、であの人のこと、あのその人のね勢いとかなんかいろいろあって、あの人のことは書けないよねっていうタブーができちゃう時ありますね、ありますね、有名選手とかね、うん、まあ芸能もありますけど、芸能もありますね、たくさんありますね、はい、だからその仁義破りをするのがまたこれ大変でね、辞めるつもりで書かなきゃいけないとか、辞めるつもりはね、うん、芸能の場合はないと思いますけどね。そうですか、揉、うん、めて、まあまあでも、うん、最後はどこから給料もらってるかっていうところですね、うん、もう一回言ってください、布施博さんと小村博そうか、まあ、他にもいろいろあるようですけど、はい、でもいいですね、カモイにかかっている写真を発見したっていうのね、いい、お父さんが亡くなったのを聞いた時はちょっと悲しかったですね、お亡くなりになった、はい、でその絵は結納代わりにちゃんと行ったんですかね、どうなんでしょうね、彼女の写真探せばうちの会社にあると思いますけどね。そうですか、なるほどね、あのこういうような話、これは例えばですからね、でいっぱいもう詰まってるんですよね、で忘れてるのいっぱいありますから、こうやって叩いてね、時々あの吐き出させたりなんかして、うかいぬうじゃないですけど、あのいろいろね、喋っていただこうと思っております。で今日最後に聞きたいのは、あのスポーツ新聞のね、はい、記者になりたい人というのは非常に最近多くて、はい、あの入るのは大変だっていう話聞きましたけど、それはどうですか、日刊スポーツの場合。多分ね、うん、平成の初めは一社で30人ぐらい取ってたけど、今10分の1ぐらいですよね、やっぱりもうどんどん変わってるんです、紙が主力なわけ
の会社だったわけじゃないですか、ええ、それが今ネットが主力になってて、もともとネットをやってるところがあるんですよね、ええ、私が取材していわゆるコンテンツを出すということにそれてると思うけど、入れ物自体が変わってるんで、なるほど、そこはこう皆さんね、将来性をどう見極めるか、ね、俺がこうその業界入って、ええ、こうこれをネットの世界で、時代になっても、ええ、俺が背負って立つって人はいいと思いますけどね、うん、なかなかね、じゃあ小山さんなんかが去った後っていうのは随分景色が変わりますね。またね、変わりますね、うん、もうネットが完全主流だと思いますね、そうですね、はい、そんな話も聞いていきたいですね、はい、ということで、今週はどうもまたご足労いただいてありがとうございました。その割に身なりが一緒じゃないか、はい、そうなんですよ、お察しください。どうもありがとうございました。